東妻、イサム・タスクは、和歌山県和歌山市出身のプロ野球選手。宇藤右内、千葉ち。芝ロッテマリーンズ所属。弟は横浜 DNA ベイスターズ所属の東、ズ平。小学2年生の時に野球を始めた。中学時代は、和歌山競技ボーイズに所属し、投手として活躍。3年時には、ノモジャパンに選出された。 智弁学園和歌山高等学校では2年秋から AS となり、3年春には選抜大会に出場したが、初戦は自らの冒頭で延長15回サヨナラ負けした。日本体育大学に進学し、3年秋にはリーグ戦でノーヒットノーランを達成する。第48回明治神宮野球大会では決勝戦で完封勝利を挙げた。 2018年のドラフト会議でチバロッテマリーンズから2位で指名され、12月2日に契約金7000万円、年俸1200万円で入団した。2019年7月3日、プロ初登板となった、対オリックスバファローズ11回戦で、9回に登板し3人で抑えた。24試合に登板し、3勝2敗7ホールド、防御率4.71だった。 2020年は13試合に登板し一ホールド防御率3.00だった。体全体を使った躍動感あふれる投球フォームが特徴。ストレートの最速は時速 155km。持ち球は高速で落ちるフォーク、縦変化のスライダー、時速 150km を超えるツーシーム、カットボールなどがある。千二十一年以降はストレートをあまり投げなくなり、 ツーシームが投球の中心となっている。愛称は、アジュ。5学年下の弟の東純平が2019年ドラフト4位で DNA に入団した際は、とても嬉しい。自分と同じように背が低くて素質があるわけではない。それなのに、プロ野球選手になれたというのは、純平の努力だと思うと語り、入団祝いで時計をプレゼントしたという。2021年1月24日。 一般女性との結婚を発表した。ありがとうございます。